それではここで続いてまいりましょう。今シーズンの皆様ご注目背番号をここで発表していきたいと思います。背番号1ゴールキーパー楢崎誠吾、背番号2ディフェンダー畑尾博人、背番号3ディフェンダー串引和樹、背番号4ミッドフィルダー小林勇気、背番号5ディフェンダー新井一輝、背番号6ディフェンダー宮原和也、背番号7フォワードジョー、背番号8ミッドフィルダーワシントン、背番号9ミッドフィルダー長谷川アーリアジャスール、背番号10ミッドフィルダーガブリエル・シャビエル、背番号11フォワード佐藤久人、背番号13フォワード大垣勇気、背番号14ミッドフィルダー秋山陽介、背番号16ゴールキーパー武田洋平、背番号18ゴールキーパー渋谷翼、背番号19フォワード押谷勇気、背番号21ミッドフィルダー八反田浩平、背番号22ゴールキーパーランゲラック、背番号23ミッドフィルダー青木亮太、背番号25フォワード杉本隆二、背番号28フォワード玉田圭司、背番号29ディフェンダー泉隆二、背番号30フォワード松本浩平、背番号32ミッドフィルダー深堀俊平、背番号33ミッドフィルダー梶山寛太、背番号39ディフェンダー内田健太。以上が2018シーズン選手背番号となります。さあ新たな背番号を背負う選手も見えましたね。はい、めっちゃ連射の音聞こえましたけど、今シャ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 言ってましたね。はい、さあそれでは今シーズン新たにグランパスファミリーとなりました新人選手並びに移籍加入選手をご紹介してまいります。皆様どうぞ2階後方の扉をご覧ください。まずは新人選手からご紹介です。早稲田大学より加入ミッドフィルダー背番号14秋山陽介。続いて広告高等学校より加入フォアの背番号13大垣勇気。さあ新人選手2人が階段をゆっくり通り、両サイドのファンサポーターの皆さんとタッチをしながら、今緊張の面持ちもありつつ新体制発表会のステージに間もなく登場です。で、昨年特別指定選手としてチームに参加していた2人ということで、皆様にはご存知のおなじみの2人かと思いますが、改めてトップに合流ということで、秋山選手と大垣選手です。大きな拍手を。さあ、まあ、馴染みの顔の2人ではございますけども、改めて自己紹介と意気込みをお願いしたいと思います。では秋山選手から。早稲田大学から、加入しました、秋山陽介です。昨年は、少しの間、帯同させてもらいましたが、今年は、最初から最後まで、チームの勝利に、貢献できるように、頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
代わって大垣選手お願いします。広告高校から加入しました大垣ゆきです。昨年は試合に出場することができなかったので今年は試合に出てチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、さあそれでは一言二言ぐらいちょっとね質問していきたいと思いますので、はい、じゃあまず秋山選手から。まあ本当ね昨シーズングランパスの選手としてピッチでも活躍してくれました。振り返ってどうですか昨シーズンは。昨シーズンは、何試合か試合に出させてもらって、まあ、非常に、まあ、いい経験ができたので、今シーズンその経験を生かして、まあ、最初から、活躍できるように、頑張りたいと思います。手応えの方は具体的にどうでしたか個人的に。いや、まあ、自分自身、まあ、できた部分と、まあ、できなかった部分っていうのが、まあ、はっきりしたと思うんで、まあ、その部分を、まあ、そのままにしないで、まあ、今シーズン生かせるように頑張っていきたいです。なんか印象に残っている思い出のワンシーンとかありますか。まあ、最初のまあデビュー戦でまあ自分自身まあアシストをすることができてまあ試合自体もまあ勝つことができたのでまあとてもまあ印象深い試合となっています。はい、まあ、そんな中今回はプロとして、ね、改めて合流したわけですけどもどうですか。昨日練習の方に合流して何かこう変わったことだったり実感したことありました。いや、まあ、まあ昨シーズンはまあ特別指定というまあ立場でまあ参加させてもらってたんですけど、まあ、今シーズンはまあ、しっかり自分、まあ、一プロ選手としてまあ参加したことで、まあ、自覚と責任っていうのがやっぱ芽生えたので、まあチームの練習もまあ責任を持ってやらなきゃいけないなというふうに感じてます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてバトンタッチ大垣選手、昨年どうでしたか振り返ってみてご自身として。いや、まあ、ベンチには入れたんですけど、試合に出ることができなくてとても悔しかったです。まあ、J2 だったとはいえこう、ね、すごい素晴らしい選手たちに囲まれてそういった形で1年間過ごしたと思うんですけども、そこでの実感とか得たものっていうのは何かありますか。プロでの厳しさを、まあ、実感しました。こう具体的にやっぱ違うんだなと思うところはどんなところですか。プレースピードだったりフィジカルの強さであったりパススピードとか、まあ、シュートの質であったり、またあの風間監督はね攻撃的なそんなサッカーですけどもご自身としてどう受け止めてます。攻撃的なサッカーなんで、まあ、僕もまあまあポジションがフォワードなので、まあ、その得点をたくさん取れるように頑張りたいと思います。さあプロとなって昨日初練習だったと思うんですけど昨日はどうでしたか。昨日は、まあ、いい感じに動けてました。アバウトな感じでありがとうございます。さあそれではそんな2人がまとってくれているのが昨日の練習から始まりましたトレーニングの練習着となっていますね。改めてちょっとあのパートナーのロゴなんかも見ていきたいと思いますのでそのまま正面で立っていただきますと、まず正面にはトヨタホームの胸のロゴ、はい、そして袖口には東邦高校東邦大学とそしてレイフィールドというですね、はい、まあ、おなじみのパートナーの皆さん、そしてあとは後ろの方もちょっと向いていただいていいですか、はい、UCC 上島コーヒーさんがね入っております。どんどんどん撮って皆様ぜひぜひ SNS で拡散していただきたいと思います。まあ、あの2人とも去年のウェアを着てたと思うんですけどもどうですか今年は何か感じるところあります。前の方向いていただいて大垣選手。去年もかっこよかったんですけど今年も柄がかっこいいと思います。はい、秋山選手。まあ、とてもタイトで、動きやすいと思います。はい、まださらに、ね、活躍練習の方もあの精を出していただきたいと思います。さあそれでは秋山選手大垣選手にはこの後ユニフォームに着替えていただきたいと思いますので一旦退席していただきたいと思います。それでは皆さんお二人に大きな拍手を送りください。ありがとうございました。いいですね、フレッシュな感じです。さあ続いてグランパスへ移籍加入する選手をご紹介していきましょう。再び皆様2階後方扉をご覧ください。まずはディフェンダー背番号2畑尾ひろと、ミッドフィルダー背番号9長谷川リアジャスール、
以上の2名が移籍加入でこの新たにグランパスの仲間ファミリーとなります。すでに J リーグで活躍している2選手、皆様でもおなじみ顔なじみのね両選手がなんとこの赤色の名古屋のグランパスのユニフォームを着て登場です。さあ期待の現れ、一桁の背番号ですからね、両選手笑顔で登場してくれています。まず最初に上がってくれたのが背番号に畑尾選手、そして最後までしっかりとタッチをしてくれました背番号9長谷川アリア・ジャスール選手、以上2名が今シーズン新加入の選手となります。さあそれではちょっと変わったねまた景色だと思います。名古屋での景色ちょっと味わっていただきながら自己紹介そして意気込みを一言いただきたいと思います。それではお願いします。ヴァンフォーレ甲府から加入しました畑尾博人です。昨シーズンより失点数を減らせるように頑張りますので応援よろしくお願いします。力強い頼もしい。大宮アルディージャから来ました長谷川アリア・ジャスベルです。もう結果を出すだけだと思ってます。よろしくお願いします。いや頼もしいね新加入の2名では、少しばかりご質問をしていきたいと思います。まずチームに合流されたのはもう昨日ですか、2人ともどうでしたか、この名古屋でのグランパスとしてのこう練習の初日。いやとても緊張しましたけど、みんな仲良く話しかけてくれたので楽しかったです。はい、長谷川選手どうですか。僕も知ってる選手たくさんいたんですんなり入れました。こう一番こう面識のある選手というと。そうですね、玉田選手はセレッソ大阪の時にやってますんで、はい、面識はありますね。他にも本当にいろんな方と試合とかで話したりするので、はい、すんなり入りました。こう玉田選手がどんな言葉を最初にかけられたんですか。おお久しぶりっていうフランクだな、はい、なんでお前俺に連絡しねえんだってちょっと怒られました。そうなんですか、はい、じゃああまりこう知るのも遅かったんですね玉田選手は。そうですね、多分発表で知ったんじゃないですかね普通にファンサポーターと一緒のタイミングで、はい、なるほどなるほど。さあそして、まあ、名古屋という町は、まあ、アウェーの、ね、地として訪れたことが2人ともあると思うんですけども、改めて名古屋何か印象ありますか、グランパスとか。アウェーで来た時にやっぱり声援にこう圧倒された感じはあって、すごい本当にアウェーだなっていう感じは受けたので、アウェーのスタジオ、逆にそれが自分のホームになるって考えるとすごく心強いですね、うん、やっぱ聞こえるもんですか。聞こえます、はい、ディフェンスとしてやっぱこう背にアウェーの、まあ、いわゆるグランパスのサポーター背負った時とか聞こえるんですか。やっぱりめっちゃ嫌でしたそれが今度はね、はい、味方になっていただけるということで嬉しいです、はいはい、長谷川選手はどうですか。名古屋のイメージでしたっけ、はい、あとグランパスとか、ま、都市でもいいですし町としてもでもいいですし、何かこうチームでも、はい、町はもうひつまぶしのイメージしかないです、ね、本当ですか、はい、食べたことあるんですか。はい、いただきました。お好きですか。大好きです名古屋飯結構ね、はい、くどいかと濃いかと思うんですけど、味の方は。あとすぐ来て、はい、何でしたっけ、ヤバトンいただきました。結構みそみそしてますね。はい、あとミシン、ミシンブラザーさんですね。もういただきました。あ、ミシン、何でしたっけ、ミセン、あ、ミセンか、はい、ミセン、ミセンなんか会話が若干通じてしまったんですけど、はい、違いましたね。食べたって言ったし、あ、違うなと思ったんですよ。ミセンですね。はい、とりあえず美味しいものは食べとこうと思って。あ、なるほど、嬉しいですね。あとなんかこう、はい、グランパスチームとしてのイメージありますか、印象は。チームは、まあ、僕も何回も対戦したことありますし、うん、そうですね、トヨタスタジアムがすごく雰囲気がいいなっていうのが正直な感想です。あ、じゃあわ、逆に嫌だなって思ってたってことですよね。そうですね、あ、このスタジアムでなんかこうやれるのはすごい選手として嬉しいなって思ってました、ね、なるほど、はい。まあ、そんな中お二人が新加入として期待もだいぶ背負っていらっしゃる二人だと思うんですけども、こうチームに貢献する具体的な、まあ、プレーだったりご自身のこうもたらすものというと何でしょう。そうですね、まあ、僕は最初にも言わせてもらったんですけど、まあ、やっぱりディフェンスの
人間なので、まずは失点数を減らすこと、かつ自分フィードには自信を持ってやってきているので、うん、まあ、そこも活かせたらいいかなと思います。はい、長谷川選手。はい、まあ、ボールを前に運ぶだったり攻撃のところが自分の特徴だと思うので、風間監督のもと、まあ、去年からすごい攻撃的なサッカーをしているグランパスは見てましたし、うん、そこにこう入って自分もやれるっていうのはすごいワクワクな気持ちでいっぱいです。まあ、特に攻撃かなりこう期待する選手がチームメートでも多くなったと思うんですけど、何かありますか？そうですね、ブラジル人選手も含めて、他の日本人選手も、まあ、昨日と今日しか練習やってないですけど、すごく上手い選手がいっぱいいますし、そういう中でこうみんなと一緒にコミュニケーション取ったりとかコンビネーションで崩せるのはすごい楽しみな、はい、っていうふうに考えてます。はい、ぜひとも期待しております。さあ、そんな中着替えを終えられた先ほどの2選手もこちらのステージに登場してもらいましょう。どうぞ大きな拍手。いいですね、またユニフォーム着るとたくましさ増しますね。笑いがめっちゃ聞こえましたけど今。はい、さあ、それじゃあ袖を通した感想を一言ずついただきたいと思います。まずは僕の方から近い14番の秋山選手、どうですか？まあ、まあ、デザインも非常にかっこいいと思いますし、やっぱり、まあ、大学のユニフォームと違って、まあ、スポンサーが、まあ、入っているところで、重みを感じるので、まあ、しっかり頑張りたいと思います。はい、小垣選手どうですか？早く試合で行きたいです。いいですね、その一言嬉しい。はい、さあ、加藤選手2番でグランパスの新ユニフォームです。そうです、2番という背番号はあまりつけたことがないので、すごい新鮮な気持ちですし、やっぱりこの胸のエンブレムの上に星が入っているのはやっぱりすごくサッカー選手として嬉しいことですし、重みがあるなと思います。はい、ありがとうございます。そして長谷川選手はもう9番ですよ。はい、そうですね、はい、シモビッチ選手に負けないように。まあ、背だけはね、背とちょっと顔は似てると思うんですけど。はい、まあ、しっかりと、はい、頑張りたいと思います。真っ赤っていうのは過去ありましたか？過去ないですね。どうですか、ご自身の真っ赤なスタイル。むしろどうですか？どうですか皆さん。ありがとうございます、ね、ぜひとも活躍期待しております。はい、さあ、そんな4名、今一度ここで恒例のユニフォームチェック参りたいと思います。はい、前面しっかりと見せていただきたいと思います。胸にはトヨタ自動車のロゴ、さらには、パンツにはガズーレーシングのね、こちらパートナーのロゴが入っておりまして、そしてあと袖に行きますとトヨタファイナンス、はい、TS キュービックって書いてあるんですね。そうですね、はい、そしてあと今回から鎖骨の部分ですね、肩にかけての部分に2つ入っております。東海東京証券ですね、はい、そして、今名古屋グランパスが応援しておりますスペシャルオリンピックス日本のこちらロゴも掲示されており、そして大きな背番号を皆さん4名ともファンサポーターに見せてもらってもいいですか？背中を向けてください。はい、皆さんのもちろんネームも入った番号とともに、はい、上部には愛心世紀、そして裾の部分にはトヨタ通称と、まあ、皆さんおなじみのパートナーロゴではございますけどもね。長谷川選手アリアなんですね。ね、はい、これこだわりあるんですか？いや、もう名前の方がいいかなと。あ、はい、じゃあもうこれは故障として皆さんに呼んでもらうにはもうアリアがいいんですか？そうですね、アリアでお願いします。もう長谷川アリアじゃすると名前長いんで。はい、わかりました。じゃあアリアで皆さんね、はい、はい、ということで皆さん改めて前の方向いてください。ありがとうございます。はい、あとは、トレーニングシューズ、はい、水野で、まあね、一式水野ということになりますけども、このユニフォームをまとって今シーズン戦ってくれます。じゃあ最後に意気込みを一言ずつ、ファンサポーターの皆さんにいただきたいと思います。それでは秋山選手お願いします。まあ、この、ユニフォームを着て、まあ、早く、まあ、トヨタスタジアムの、ピッチで、まあ、活躍したいと思います。よろしくお願いします。秋山選手でした。大垣選手、一日でも早く試合に出て、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。加藤選手、
早く自分の特徴を覚えてもらえるように日々の練習から一生懸命やっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあアリアこと長谷川選手、先ほども言いましたけど結果だけだと思ってます。よろしくお願いします。はい、力強い頼もしい4名の皆さんに毎週大きな拍手を送りください。この後フォトセッションで改めて登場となります。ありがとうございました。さあ続いてまいりましょう。今シーズン名古屋グランパスに移籍加入をしました外国籍選手ご紹介していきたいと思います。皆様どうぞ大きな声援とそして拍手でお出迎えいただきたいと思いますが、選手入場の際はお席を立たないように興奮がねこう行き過ぎて移動とかをされないようにだけお願いいたします。その場にて存分に盛り上がってください。それでは参りましょう。皆様改めて会場後方2階扉の方をご覧ください。まずはフォワード背番号7ジョー。そして小西社長より発表があったばかりこの選手も駆けつけてくれました。ゴールキーパー背番号22ランゲラック。社長よりありましたけどやはり190センチオーバーの2人どこにいても目立つ世界レベルの2人が今皆さんグランパスのユニフォームを着てますよ。2人がこれはもう本当にいつサッカーファンとしてはもう嬉しくてしょうがないでしょう。ステージに上がるとより大きさが映えます。改めて紹介しましょう。背番号7ジョー、そして背番号22ランゲラックの2人です。いやーずっと見てたいですね。本当にこの2人が来てくれました。改めてようこそ日本へ、そしてようこそ名古屋グランパスへ。それではまず自己紹介をお願いいたします。Queria primeiramente agradecer ao clube por me dar essa oportunidade de estar vestindo essa camiseta. Obrigado a todos os torcedores pela recepção desde do primeiro dia que eu cheguei aqui. E eu estou muito ansioso para poder jogar e fazer os gols, né? Para quem não me conhece, eu já conhecendo, eu sou o Jô, sou atacante e sou o número 7. 皆様、まずはありがとうございます。今日この場を用いていただけたのはすごく感謝しています。皆さんの中で私のことがわからない人がいるかもしれないんですけど、私はジョーと言います。ブラジルから来ました。よろしくお願いします。知らない人いないでしょう。ねえ。さあそしてランゲラック選手。 Yeah, firstly thank you very much for everybody welcoming me here today. It's amazing to see so many fans here to experience this with. I'm very excited to be here. I'm very excited to join this great club. I know a lot about this club. I know a lot about the J League, J1. I'm excited to be a part of this team and I'm sure we'll have very many amazing experiences together. 本当に皆様のこの温かい歓迎に感謝しております。グランパスというチームは本当に J リーグの中でも大きなチームです。この中で本当に戦えるということは私の喜びであり、今からワクワクしております。皆さんと一緒に、本当に戦っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いや本当にね、発表ができるかできないかの瀬戸際で間に合いましたランゲラック選手です。
これ本当ですもんね。Yeah, for me, it's amazing to be here. I'm so happy. It was unexpected, but as soon as I was aware that there was a chance for me to come here, I said directly, yes, this is what I want to do, and this is the club I want to come to. So I'm very excited for my first training session. I'm very excited to meet my new teammates and get involved with the team. 本当に驚きですね。私自身ある程度の驚きを感じております。すぐ本当に来ることができて、このようなシャツに手を通して、袖を通して、ユニフォームに着替えることができました。本当に最初のトレーニングセッション、まあ、明日から始まりますけれども、とても心待ちにしております。皆様と戦えること、それからチームメイトに会えること、これが本当に私にとっては素晴らしいことであり、今からワクワクしております。ということはまだ他のチームメイトに会ってない状態なんですか、ランゲルク選手。Yeah, I've met a few of the players just today for the first time. Everybody's really friendly. That's one thing I know about the Japanese people is everybody is so friendly, so welcoming. And for me, this was no surprise that I had a good welcome. So I think tomorrow and today I will meet the rest of the team, and it's something I'm excited for. まあ今日何人かに会いまして、まあすごい温かい歓迎を受けました。まあフレンドリーで。まあ、選手だけじゃなく日本人の方々とてもフレンドリーでとても感謝しております。まあ、今日と今選手会いましたけど、明日にも会いますよね。そういう部分では本当にワクワクしております。早く会いたいですね。さあ、それではまずジョー選手に質問していきたいと思います。日本のリーグ J リーグ、そして日本のサッカーの印象というと、ジョー選手何かありますでしょうか。Eu tenho alguns amigos que jogaram aqui no Japão e só deram referências boas, né? E sobre a liga é uma liga boa, é uma liga rápida, né? Um pouco diferente do Brasil, né? Mas eu acredito que eu vou me adaptar o mais rápido possível. Mas eu estou muito feliz mesmo por essa oportunidade de morar no Japão, um país onde tem um respeito, uma educação muito boa. Então, eu espero poderfazer uma melhor aqui no país. 日本はここでやっていた選手の友達たちにいい話をいっぱい聞かせてもらいまして、日本がいいっていうのはもう知っていました。あとリーグに関してはテクニック、スピードっていうのはすごく高いレベルでサッカーをしているっていうのは自分も知っていて、これに早く慣れて、まあ、自分がブラジルでやっていたサッカーとはちょっとテクニックとスピードの面ではまた違ったサッカーを今からやり始めるので、早く自分が慣れて早くチームのために貢献できるように頑張りたいと思います。何か知っている日本人選手とかはジョー選手いらっしゃるんですか。 Não, eu joguei contra time daqui do Japão, né, da primeira divisão, quando eu jogava na China, né, e era o FC Tokyo, e era time bomMuito bom, mas eu não, de nome assim, eu não conheço alguns jogadores, mas era uma equipe que a gente perdeu na China, empatamos aqui no Japão, né? Mas tem grandes jogadores, isso aí a gente tem certeza que tem. 名前までは分からないんですけど、 ACL で自分が中国のチームでやっていた時に戦ったチームが日本のチームであって、そこでやった時のスピードとあとテクニックに関してはすごいびっくりをして、これからもやっぱり自分がそれに向き合ってスピードあとテクニックにもやっぱ自分も上達してみんなについていけるように頑張りたいと思います。はい、そしてチームメイトにはブラジルの選手も多く在籍しているこのグランパスですが、シャビエル選手並びにワシントン選手とか何かこうコミュニケーションも取られましたか。Já está sendo importante para mim conversar com eles, porque são dois jogadores que já jogaram aqui, conhecem pouco da liga, né, conhecem pouco do futebol japonês, então eles estão me ajudando bastante. Acho que isso vai me ajudar a me adaptar mais rápido e poder desenvolver bom futebol.彼らとはもう来た時から会ってまして、2日目から会ってまして、それで彼らには、まあ、日本のリーグでそのプレースタイル、あとそのやっぱり速さテクニックに関してはいっぱい聞いていまして、彼らから重要なやり取りをその話をしていただいて、自分の参考になる話をいっぱいさせていただいています。は
はい、ありがとうございます。じゃあまだちょっとジョー選手にも伺っていきたいと思いますが、その前にまたランゲラク選手にバトンタッチしていきたいと思います。同じような質問になりますが、日本のリーグ、日本のサッカー、それについてランゲラク選手何か印象ありますでしょうか。また知ってる選手がいたら教えていただきたいと思います。Yeah, I think it's very well known that the Japanese players are very fast, very skillful, very technical. I know this from my time playing for Australia and also playing in the Asian Champions League with Melbourne Victory. I have a few friends, obviously Shinji Kagawa, Takuma Sano and Hajime Hosoga I played with in Germany, so they are very good friends of me. And when I spoke to them about the chance to come here, they all told me very positive things about Nagoya, about the city, about the club. Everything worked out, and I have a lot of good feedback from my friends there, and I think this is a great opportunity for me to contribute to this club, and I'm really happy to be here, really looking forward to getting started and playing my part in the J-League.まず日本人 の選手の特徴として、まあ、テクニック、それからスキルのところ、やはりスピードというところが、まあ、すごいなと思った印象を持っております。まあ、私もメルボルンビクトリーというチームで ACL で日本のチームと戦ってますから、まあ、そういうふうな印象を持ちました。あとはチームの同僚で香川真司選手、ドルトムントの時、それからシュトットガルトの浅野選手、まあ、今でも進行ありますので、彼らと一緒に、まあ、情報を取りながら、まあ、いろいろ話し合いながら日本のことも学んでいきます。本当にポジティブな情報がたくさんありまして、この日本という国に対しては本当に好印象を持っておりますし、これからまた新しいプレーがここで始まるわけですから、私としても本当に興奮しておりますし、皆様と一緒に作っていきたいと思っております。さあ、そんな中でグランパスに来ていただいた J1 を戦うグランパス、こう選手、ランゲラク選手がもたらしてくれるものというと何でしょうか。Yeah, look, it's a difficult question to answer as a goalkeeper. I think the most important thing for me to do is to do my job and to train hard, integrate myself as well as I can into the team. I think this is very important, and I think my leadership qualities and my ability as a goalkeeper will help the team over the course of the season. And firstly, I just am looking forward to getting started with the first training session, to meet my new teammates.And basically just integrate myself into the team as best I can. まず僕ゴールキーパーとしてね、なかなか難しい質問なんですけれども、やはりしっかりハードワークをこなしてチームに馴染んでいきたい、できるだけ早くチームを助けていきたいと思いますね。ですからまあ、本当に先ほども言いましたけれども、最初のトレーニングセッション、まあ、練習を心待ちにしておりますので、そこで一生懸命頑張ってチームのためにしっかり貢献してプレーをしていきたいと思います。じゃあ続いて、まあ、得点の方も期待されるジョー選手、同じ質問でございます。グランパスに何をもたらしてくれるでしょう。Pela minha posição, claro que todos esperam gols, né? Mas eu acredito que eu posso acrescentar também me dedicando, correndo, ajudando de outras formas, né? Mas atacante tem que fazer gols, né? E eu esperopoder dar alegria para essa torcida que desde o primeiro dia que eu cheguei aqui até agora só tenho tido carinho e respeito. Então eu me sinto muito feliz e não vejo a hora de fazer bons jogos. やっぱり皆さんの期待しているゴールをいっぱい取るっていうのはやっぱ自分の仕事なので、それはね、サポーターの皆さんに歓迎できればと思っているんですけど、やっぱりこの違うサッカーを始めることにあたってもっと自分を磨いて、その自分が初めてここに到着した日、皆さんからもらったリスペクトを大事にして、より自分のサッカーを磨いていいプレーをしたいと思っています。はい、さあそれじゃあと一つずつちょっと質問なんですけども、プライベートの話をしていきたいと思います。何かこう日本に来てこう興味のあるカルチャーだったり興味のあるもの、何か、まあ、あとすでに経験しているものなどあったら教えてほしいんですか。Eu sempre gostei de... Sempre não, né? Depois que eu fui morar fora do país a primeira vez, na Rússia, eu passei a gostar de comida japonesa. E isso se estendeu por esse tempo todo, né? Que quando eu jogo nos países, eu sempre procuro em alguns lugares comida japonesa.
E hoje eu posso desfrutar da verdadeira comida japonesa. Então, é o que me atrai, é o que eu vou experimentar diversas comidas aqui, típicas. É o que eu vou tentar fazer. 自分が初めてブラジルに出た時はロシアでサッカーをしていて、そこでロシアで初めて日本食を食べて、そこで日本食が美味しいっていうのがそこで分かって、そこからずっと日本食をいっぱい食べてきたんですけど、やっと本場で食べれるっていうのはすごく嬉しいです。これからもバンバン美味しい日本料理を食べて、本場でしか味わえないものをいっぱい食べていきたいと思います。お気に入りは一体何ですか？寿司。いや、ぜひね、お召し上がりいただきたいと思います。あともう一つ、ジョー選手、シャビエル選手がですね、サポーターから天使というふうに言われているんですけど、ジョー選手も何かこう愛着を込めたニックネームありましたら、こう呼んでほしいなんてありますか？É difícil, né? Porque cada lugar que eu passei me chamavam de jeito, né?Por exemplo, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, me chamava de tanque, né? Então, aí vai depende do torcedor, qual é o gosto deles. Eu vou me esforçar e fazer o que eu tenho que fazer, e eles que vão dar o nome. それはちょっと難しいんですけど、やっぱ自分が今まで通ってきたクラブでは、アトレチコミネルだと戦車というふうに言われて、やっぱりそのニックネームとかをつけるとしたら、やっぱり言い方だったりするのはやっぱりサポーターが決めてくれればと思っていますので、お願いします。ぜひ彼の活躍にふさわしいねニックネームを皆さんで作り上げていきましょう。さあ続いてランゲラック選手、日本のここが興味あるなんてのありましたら。 Yeah, for me this is I've been to Japan maybe 5 times now, so I'm well aware of the country. It's a very beautiful country. It's very clean. The people are the most friendly in the world, and this is something I noticed directly the first time I came. I think it's for my wife. It's her first time here in Japan, so I only had good things to tell her before we came. Obviously, like Joe, I like sushi as well. I like the Japanese food. I am looking forward to eating some Japanese food in Japan. I think it's a great country, and I think I'm very happy to make my life here. 実は日本に来るのが、まあ、前以前は5回ぐらいありまして、いろいろ試合の部分とかそういう部分では本当に街もそうですけども、クリーンで清潔なイメージがありますね。人々も優しいですし、素晴らしいイメージを持っております。まあ、私の妻にも、まあ、来る前にいろいろ情報を入れておりまして、まあ、本当に日本人の方は優しくて、まあ、本当に気持ちのいい方々がたくさんいるので、ぜひ一緒に行こうという話をしてました。まあ、ジョー選手言いましたけども、私も好物は寿司です。ですので、できるだけ本当にこのクラブで一生懸命頑張って皆様と共に戦っていきたいと思います。一生懸命やるのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ本当に最後の最後になります。ファンサポーターの皆様に、まずはジョー選手からメッセージをお願いします。Primeiramente, mais uma vez eu queria agradecer, né, como eu falei, pela recepção, por estar aqui presente hoje, né?Essa apresentação, eu quero muito me dedicar, dar alegria para vocês torcedores, para o clube, e me dizer que eu estou muito feliz realmente com esse novo desafio que eu estou tendo na minha carreira. Espero poder fazer o melhor para dar alegria para vocês.もう一度ですけど、やっぱここに集まっていただいてくれたこのサポーターの皆さんに深く感謝しています。やっぱり自分ができることは精一杯やって、毎日毎日練習を積み重ねて、みんなに楽しい思い出、記憶に残るような思い出を残して、ここのチームの一員としてもっともっと頑張って、やっぱり目指すことは一つなので、みんなのためにタイトルを目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ジョー選手でした。ありがとうございます。さあ、そしてランゲラック選手、お願いいたします。 Yeah, for me, I think, firstly, thank you very much for coming and giving me this warm welcome. It was a nice surprise for me to be here. I look forward to a great season with everybody behind us. I look forward to playing my part as one of the goalkeepers in this team. I'll fight for this jersey. I'll fight every day in training to give my best for the team. And I think at the end of the season, we'll have some happy memories.
まあ、本当に今日このようなあの皆さんの歓迎を受けまして歓迎しております。あのゴールキーパーとしてあの全てを出し切りたいと思いますし、このシーズン皆様と戦っていきたいと思います。まあ、本当にあの皆様の応援が必要です。後ろから後押ししてください。私としてもゴールキーパーの中で絶対あの試合に出て、皆さんのためにプレーしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでランゲラック選手でした。今一度ジョー選手、ランゲラック選手に大きな拍手を送りください。 Thank you、 ありがとう。じゃあこの後またフォトセッションで登場となりますのでご退場です。いやー大きい、190ですもんね、すごいな。さあ続きまして、昨シーズントップチーム J1 昇格とともにグランパスアカデミーの U18 も最高リーグの高円宮杯プレミアリーグへの復帰が決定いたしました。今後の活躍が期待される若手の選手育成を目標にアカデミーダイレクターとしてなんと18年ぶり名古屋グランパスへ復帰する 山口元博氏をお迎えすることとなりました。その山口元博アカデミーダイレクターが皆様にご挨拶をということで刈谷市で行われておりましたサッカーイベントから急遽この会場に駆けつけてくれました。それではご本人にご登場いただきましょう。山口元博アカデミーダイレクターどうぞ。お帰りなさい。山本です。すいませんすいません、初めて間違えました申し訳ございません。はい、では山口さんよろしくお願いします。改めて戻ってきていただいて、こんにちは。なんか今聞きましたが18年ぶりだそうで、まさかまたこの名古屋の地に来て、仕事ができるとは思いませんでしたけれども、まあ、非常に喜びを感じています。あのそれとともに非常に責任のある、仕事をしなければいけないので、まあ、ただそういう責任がある仕事をするというのは、非常に嬉しい限りなので、しっかりとした仕事をしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山口アカデミーダイレクターにちょっと 2,3 お話を伺いたいと思います、はい、どうぞ、はい、あのお座りください。さあ18年ぶりということで、当時のグランパスと今のグランパス何かこう、まあ、違ってると思うんですけど、何かこう印象としてありますか、感想は。まあ一つは、当然ながらタイトルを取ったもうクラブなので、うん、まあビッグクラブでしょう。 そうです、ね、それとともにだいぶクラブハウスも素晴らしいクラブハウスにもなりましたし、それとともに当然、まあ、J2 降格という非常に悔しい、思いもしたクラブ、まあ、またそこから、立て直そうという素晴らしい1年を去年過ごした、まあ、クラブだなと、まあ、それとともに、まあ、僕自身も、違う立場で見させてもらって、まあ、特に昨シーズンは非常に面白いサッカーしているなというふうに思いました。さあそして今回はアカデミーダイレクターという形でグランパスに戻ってきていただいたんですけども、これを決めた決め手などもしあったら教えていただきたいんですが。まあいろいろ要素あるんですけれども、まあ、僕自身も、まあ選手をまあ引退して、まあ、その後、まあ、J クラブで監督という立場になって、まあ、そこでいろんな選手と接しながら、まあ、若い選手もいましたけれども、まあ、もっともっと若い時にこういうことをやっといてほしかったなという思いも多少ありながら、まあ、そして、まあ、監督という立場から離れて、まあ、その後、日本サッカー協会の方で育成年代のところで少し、仕事をさせてもらって、まあ、非常にそこまで、あ、それまでそういう育成に関してのいろんな部分を見る機会があまりなかったんで、逆に見る機会が非常に増えて非常に面白かったのと、あ、日本のサッカーでやっぱりこの育成のところをもっとこうしなきゃいけないんじゃないかっていうふうにいろいろ思ったりもして、それをもっとこう掘り起こすと
やっぱり日本その代表クラスの育成をなんとかしなきゃって思えば思うほど、やっぱりクラブでクラブの育成、やっぱり立ち返るとやっぱりクラブの育成のところをなんとかしないと、結局代表の、まあ、そういうところの代表が集まっての日本代表の選手たちなんで、まあ、そういう思いがちょうどあったときに、まあ、こちらの方とお話をいただいて、まあ、非常にこうやりがいのある仕事だなというふうに、まあ、特に、まあ、今年そのトップアカデミー、まあ、そしてまあ下のスクールと、まあ、三位一体でしっかりとしたものを作り上げていこうというところで、非常にアカデミーのこう存在意義っていうのは非常に大きいのかなと、まあ、そこの、まあ、一応長をやらせてもらうっていうのは非常に、まあ、面白みもあったし、やりがいもあるなというふうに思って、承知しました。さあ、そして期待のかかる中、目標としては何かお持ちになられてますか？いや、それはもう当然一人でも多くトップに上げることだし、ましてやもっと言うとやはり日本を代表するような、選手であったり、まあ、世界ですよね、通じるような選手に、まあ、羽ばたいてほしいなと。やっぱりグランパスのアカデミーから羽ばたいてほしいなと思うし、まあ、そういうところだと思うんですけど、はい。さあ、山口アカデミーダイレクターから育成に対するお話を伺った中、選手育成にも定評実績があるといえばこの方だと思います。ということで、少し出番が早くなってしまいましたが、この方に登場いただきましょう。風間監督です、どうぞ。こんにちは。だいぶ早いね。だいぶ早いです、いつもより。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。風間監督、座られる前にちょっといつもと段取りが変わってしまったんで、ここで風間監督のコーディネートを皆さんご覧いただきたいと思います。今日こんな感じです。ファッションチェックみたいな形になっちゃいますけども、監督がお召しになられていますスーツ、ベルト、シューズが今シーズンの公式行事の際などに着用されるものということで、こんな感じで見えますか？バッチリでございます。サービスしていただいてありがとうございます。サラ様、マドラ様、はい、改めましてありがとうございます。素晴らしいものです、全てが。はい、はい、ありがとうございます。ということで、山口アカデミーダイレクターも急遽ご出演いただいての共演ということで、ではお待たせしました、どうぞお座りください。はい、ありがとうございます。はい、まあ、風間監督といえば、まあ、先ほどもご紹介させていただきました、若手のみではなく選手の育成において定評実績もあるわけですが、こうやはり監督にとってアカデミーの育成というところも着眼されるとどうでしょうか？さっきも控室でちょっとテレビ局かなと思うぐらい、錯覚するぐらいね、2人長かったんで話をしてたんですけど、やっぱり彼自身もずっといろんなもの見てますし、それからテレビ通じて今アンダージュナのね話とかいろいろしてたんですけども、やっぱりちっちゃい頃、まあ、僕らもそうなんですけども、早く始めれば始めるほど早いんですよ、いろんなことが。そして自分で気づくことがものすごい早いんで、このそうですね、7日8日スクール、名古屋のグランパスのスクール手伝わせてもらったんですけど、やっぱりここの地盤の子どもたちってものすごい元気で、それから身体能力も高くて、すごくやっぱり最初僕が言った通り、ここのキャパシティというかポテンシャルというのはすごく高いなというのを改めて感じて、そしてこのチームがそこにしっかり着目して、元たち、それからいろんな方々呼んで巻き込んで、しっかり大きなものを作っていこうと、これはもう我々大人の責任だと思いますので、それが一番大切なことじゃないかなと思います。さあ、それを受けてアカデミーの山口さん、どうですか？ずっしりと重い感じがしますけどあ、でも本当に、それだけ大事な部分だと思いますし、それを、まあ、率先してこのやっぱりクラブがやる意義があるのかなというのが本当に思ってます。はい、さあ、そして、まあ、トップチームに注目しているファン、サポーターの方は多くいらっしゃると思います。そんな中、やはりお二人がこういう形で連携を取ってやられていくという中で、やはりアカデミー生たちもやはりこう注目していただきたい、そんな思いはどうですか、山口さんの方は？当然そうですね、はい、
逆にそのアカデミーの選手たちもこうそういうふうに意識してやってほしいと思いますし、当然アカデミーの中でトップに、プレーできるという選手がいれば当然どんどん、風間監督の方に言っていきたいと思いますし、お願いしますそういう選手がたくさん出ることを、まあ、こう期待してますし、はい、まあ、そういうスタッフが、まあ、今シーズン、揃ってますので、はい、やります。はい、ぜひとも期待しております。さあ急遽お時間を作っていただきまして、山口元気をアカデミーダイレクターに来ていただいたわけですけども、最後にファンサポーターの皆さんに一言残していただいてご退席となります。よろしくお願いします。いろいろ話しましたけれども、本当にそのアカデミーとして、素晴らしいものを作り上げて、まあ、もちろん僕一人だけではないですし、まあ、他のアカデミースタッフもだいぶ変わりましたけれども、まあ、今までの当然積み上げてきたものをしっかりと大事にしながら、新しいことにどん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 取り組んでいって、より良いアカデミーを作っていきたいなというふうに思います。トップの応援もそうですけれども、アカデミーの方の応援もどしどし応援に来てください。今はこういうスーツでやってますし、アカデミーダイレクターっていうとなんかスーツでなんか偉そうにしてそれだなと思うかもしれませんけれども、ほとんどジャージでいようと思ってます。それは風間監督からも言われてますんで、トップの方もたまに出て、たまにじゃないですね、よく出て、ジャージ姿でよ、久しぶりにジャージ姿だったら非常にやっぱりジャージ姿いいなと思ってますんで、それを見にも来てくださいどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。グランパスに見事復帰されました山口元博アカデミーダイレクターでございました。どうもありがとうございました。さあ風間監督にはそのままお残りいただきまして、引き続きお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。2年目ですね。早かったですね。早かったですか。はい、早かったですね。こうもう今年を明けて新シーズンですけども、改めてちょっとだけ昨シーズン振り返っていただきたいと思います。まあ、本当にここに一番初め来て皆様とお会いしたときに、本当に期待が大きいこと、それからそれと同時に身の引き締まる覚えというのを今でも覚えています。それから一番は全く新しいチーム、このチームが果たして、どういうものなのかというところをまず見なければいけないというところから、考えた、まあ、本当に緊張したスタート、そして、まだはっきり何も見えてないところのスタートだということを昨シーズンの今頃は考えていたなと。それから、まあ何人かの若い選手を見て、まあ、これは今シーズンの終わり頃にうちの家族に言われたんですけど、まあ、ここで名前出すと調子に乗るんで名前出さないですけど、はい、何人かの若い選手が僕すごく気になってたらしくて、こいつここもいいんだよ、ここもいいんだよ、ここもいいんだよ、でも試合できないんだよ、ずっと言ってたらしいんですよ。あ、ご家族には。はい、覚えてないんですけどね。はい、そう、そして、まあ、今皆さん何人か想像できたと思いますけど、何人か出てきたんで、それは今考えるとやっぱりそれだけのもの持ってて、でもそれが試合でできるようになって嬉しいなという感想もあります。はい、当初就任当初はもう意気込みでこう語っていただいたと思うんですけど、実感としてこう変わらずにできた部分、またこう1年を通して、まあ、J2 というステージもあったと思うんですけど、変わった部分などなどあったらちょっと教えていただきたいんですけど。まあ、変わらないというよりもやはり皆さんを本当にこうグラウンドで一緒にこう皆さんに戦っていただくためには、やっぱり我々が何をするんだと、自分たちの主語、自分たちが何をしたいんだというものをしっかり表現できなければダメだというのは変わりませんので、それがそう簡単に表現できるものだとも思ってませんでしたから、1年の最後、まあ簡単に言うと残り10試合、ここでどこに入れるか、あるいは残り10試合で自分たちが自信が持って入れるのかどうか、それによって結果が決まると思ってましたので、そういう意味では年間を通して考えてましたので、それほど一喜一憂することはなく、まあ1年通したと思います。でも結果としては J1 昇格というのは風間監督としてはどうですか。いや、もちろん最初からあったんですけども、もちろんそれは自分たち、あるいはこう皆さん望むことなんで、これはいつも言ってるどう勝つかと同じことなんですけども、
ただここに来た時にすごく思ったのが、我々のチーム、スタッフ、それから選手、それからもう一つは皆さんですよね、ファン、サポーターの方々も上がらなければいけないというのはものすごく、まあ、責任のように感じてた、そんな感じが僕はしたんですね。ですからここで僕まで上がること上がること、あるいは勝つこと勝つことばっかり言い出したら、多分みんな楽しくサッカーはできないなというふうに思ってましたんで、本当に、これは結果論でなく僕は曲げるのは本当に嫌いですから、そういう意味では上がらなきゃいけないと一番思ってたのは我々、それからうちのコーチングスタッフだと思います。でそこででも自分たちがそれを出したことで逆にそれが好転するいい方向に回ればねいいんですけども、多分そうではないなというふうに思ってましたんで、まあ、1年間ほとんどそういうことは口に出しませんでしたけども、まあ、うちの選手たち、それからみんな皆さんともに一緒に戦えば絶対できるというのは思ってましたんで、まあ、結果的にギリギリ皆さんをちょっと長い間待たせすぎましたけども、まあ、なんとかできてよかったなというふうに思います。また J2 というすごく難しいシーズンをグランパスがクラブとして経験したというその1年はどうでしょう。まあ、これは結果論なんですけども、特に最後のプレーオフ、これはもう経験できないですよね。まあ、もうしなくていいんですけどやっぱり天皇杯その前の年決勝で、まあ、僕ら、ま、前のチームの時負けてしまったり、あるいはリーグの優勝があったりそういう時ありますけども、一番は何かって言ったらそれとそのプレーオフとは全く違う、もうこれでもし負けたらのが大きいんですよね。勝って、まあ、当たり前ということでもないんですけども、まあ、例えばそういう本当のカップ戦の、これから J1 でやるカップ戦の決勝なんていうのはもちろん優勝っていうのが一番いいでしょうけども、2番でもやっぱり讃えられる、でもプレーオフというのはそれもない、しかもそれが2試合あるということで、あの緊張感というのを味わえた選手、それから我々、まあ、スタッフですね、それからもう一つサポーターの方々、多分もう十分だと思うでしょうけども、でもまあ、あの経験はもう本当にできない、本当にそんな経験だったな、そんな空気のグラウンドだったなというふうに思いますので、そういう意味ではあの経験は必ず今のうちにいる選手たちにも生きてくるというふうに思います。はい、さあそしてついに1年での J1 昇格を果たしたグランパスが2018年始動を昨日迎えた わけですけども、今年の風間監督としての思いは何かありますか。まあ、やはり昨年とは違ってもう選手もはっきりどういうものを見る、あるいはどういうものをやるということをしっかり頭の中に入れてグラウンドに来てくれてますので、すごくグラウンドがこう、まあ、晴れやかといいますかね、まあ、去年が悪かったわけではないですけども、まだ何もわからなかった時に比べればものすごくすっきり全員が入ってきた、それからやっぱり去年の積み重ねというのは初日の日にもしっかりこう我々の目にも見えたなというスタートになりました。はい、まあ、今もう指導の話を伺ってしまったんですけども、そのちょうど間のオフの期間、こうちゃんとリセットは風間監督 できたんですか。その前の年がほとんどできなかったんで2日か3日くらいしかなかったんで、はい、今回はおかげさまでちょっと海外に行って家族 で、まあ、少しゆっくりできるかなと思ったら、息子2人と娘2人とそれからかみさんとビーチでずっとサッカーしてました。結局、はい、意外ときつかったです。あ、今度やられる方でリフレッシュという、はい、いつも、そう、いつもはやらせる方なんでやらされる方になったので意外ときつかったですね。はい、あ、でも海外でもこうサッカー漬けでらっしゃったと思うんですけど、こう休日はもう今オフは海外でほぼ過ごされて。いや、うち家族が多いんで、うん、まあ、大体いつも毎年どっかには行くんですけど、はい、今回は自分の孫も去年生まれたんで、孫とその長男のかみさんを置いていって、あと向こうのお母さんも置いていったんで、帰ってきてまた岐阜の下呂温泉の方に今度は10人で行ってきました。はい、大型の遠征と変わらないですね。はい、意外とオフの方が責任があるんです、はい、なかなかないチャンスですもんね、オフの方は。そうですね、ですから意外とゆっくりできたかなっていうと意外と疲れたなと。はい、家族はこういないと思いますから言いますけどでも2年目の名古屋です。1年こう名古屋過ごされて名古屋は慣れられましたか。慣れましたね。というかもう楽しいです。いろいろ食べ物も美味しいですし、B 級グルメしかないように思ってたんですよ。
まあ、そういう歌われ方しますからね、はい、だけどめちゃくちゃ魚もうまいし肉もすごいうまいじゃないですか。いろんなとこご主人と言ってますんで、もう多分逆にガイドブックより僕の方が知ってるぐらいになってるかもしれません、はい、もう1年だいぶご堪能されたと、はい、食べ物は、はいはい、さあそれでは改めて切り替えていきたいと思いますが、あの今シーズンまた攻撃的なサッカーを見せていただけるんでしょうか。もう皆さんが望む通りに、やっぱり自分たちが何をしたいかと、それを持ってやっぱり一試合一試合しっかり相手を倒しに挑戦していきたいというふうに思います。それからまあうちの社長、それから会社スタッフ、守りは許してくれませんので前に攻めに行きたいと思います。はい、はい、まあ、そんな中一つ課題でもあったその守備面というところの失点もありました。そういった部分では風間監督、今年はどうですか。まあ、いつも言いますけど守備と攻撃を分けて考えたことは一つもないんで、やはり例えば6割去年だったら大体まあ 5.8 から6割ぐらい自分たちがあのゲームを支配できるようになったと、その時に起こる現象というのは、いくつかもうはっきり見えてきている。それをしっかりあのそれに対して止める、今度は個人の戦術もつけなきゃいけませんし、今度は逆にその6割を8割にすることも考えなきゃいけないと思うんですね。そういうことで失点というのは自然に減っていく。現に、まあ、最後の方は最初に比べればだいぶ減ったと思うんですけども、やっぱりそういう自分たちの力の積み上げでそういうものを減らしていきたい。その失点だけを考えて減らしていくということはあまり考えてないです。また対戦相手も変わるじゃないですか。まあ、でもこれは J2 も同じでだいぶいろんなことが変わりますし、環境ももちろん変わりますよね。グラウンド、観客、いろんなもの変わりますけれども、やっぱり自分たちが主体である以上、あるいは主体で いる以上、やっぱりそれはあんまり関係なくなると思うんでね。そういう意味ではグラウンドでの日々の練習がやっぱり去年よりは倍厳しいものになっていかなければいけないなと思います。というのは何かというと、競争力とそれから張り詰めた空気、そして今よりももっと楽しもうとする気持ちですね。これをしっかりグラウンドに毎日毎日大きな枠でね考えて作っていきたいなと思います。そう考えるとニューフェイスの入団というのはやはりすごく風間監督の中でもあるんじゃないですか。まあ、本当に期待しています。もちろんすべての選手、まあ、去年と同じレベルにいる選手はここに一人もいないんで、あのすごく期待してます。そしてそこにまた新しい選手が入って、あのいろんな意味で化学反応を起こしてもらいたいなというふうに思ってますね。楽しみです。はい、さあそれでは2年目を戦う風間監督、では監督として目標を改めてファンサポーターの前に一言残していただきたいと思います。まあ、本当にあの昨年同様皆様と共にあの楽しい、そしてしっかり自分たちが狙った通りに勝てる、たくさんのゴールを取れる、そういうサッカーをしていきたいと思ってます。ただ昨シーズン一つだけ心残りなのはやっぱり4万人、お客様を入れられなかったこと。やっぱりここがいつも満員で、それこそ海外のトップクラブが、いつも、見せてくれるような満員のお客様の中でいつも戦いたいなと。そのために我々は毎日毎日しっかり、努力して高い技術をつけて、味方のみならず敵のサポーターも見たいというようなチームになって皆さんの誇りになりたいというふうに思います。ですからぜひ皆さんも友達を誘って、あるいは家族を誘って、一人でも多く来て我々をしっかり、後押ししてください。よろしくお願いします。はい、ということで風間監督でございました。どうもありがとうございました。この後また再びフォトセッションでご登場いただきます。いや、非常に期待の高まる、ね、今シーズンでございます。さあそれではここで改めて皆様お待たせいたしました、2018シーズンの名古屋グランパス選手ラインナップを紹介してまいりましょう。ゴールキーパーから紹介します。背番号1、楢崎誠吾。背番号16、武田洋平。背番号18、渋谷翼。
背番号22ランゲラック。ディフェンダー背番号2畑尾ひろと。背番号3串引き和樹。背番号5新井一輝。背番号6宮原和也。背番号29泉龍司。背番号39内田健太。続いてミッドフィルダー背番号4小林勇気。背番号8ワシントン。背番号9長谷川アリアジャスール。背番号10ガブリエル・シャビエル。背番号14秋山陽介。背番号21八田田康平。背番号23青木亮太。背番号32深堀俊平。背番号33梶山寛太。そしてフォワード背番号7ジョー。背番号11キャプテン佐藤久人。背番号13大垣勇気。背番号19押谷勇気。背番号25杉本龍司。背番号28玉田圭司。背番号30松本光平。以上が2018シーズンの選手ラインナップとなります。皆様どんどんと写真撮っていただきたいと思います。そして皆さん大きな拍手をお送りください。さあそれでは少しばかり何名か選手にお話を伺っていきたいと思います。まずは注目は背番号が変更のあった選手が何名か見えますので、その選手を中心に伺っていきたいと思います。まずは背番号が15から6に変更となりました宮原選手。はい、はい、さあ昨シーズンはどうでしたか振り返って。
そうですね、J1 昇格あできてよかったです。大丈夫ですか大丈夫ですか。あ、大丈夫です、すみません。全然全然。で、2桁の15から6に変更となりました。それについては。そうですね、個人的に6番は好きな番号なので嬉しいです。はい。さあ、あと今年は J1 に戻ってきました。自分の注目のプレー、はい、そして意気込みは何でしょう。そうですね、やっぱり、まあ、チームの力になれるように、まあ、守備でも攻撃でも頑張っていきたいと思います。あと昨シーズンはほぼフル出場でしたよね。それに関しては何かありますか。そうですね、やっぱりでもまだ自分はまだまだと思ってるんで、まあ、やっぱり、まあ、トレーニング始まってくるんでそこでも成長できると思ってるんで、まあ、しっかりやっていきたいなと思います。はい、ぜひとも宮原選手頑張ってください。ありがとうございました。さあ、そして背番号17から4に変更になりました小林祐希選手、お話を伺っていきたいと思います。小林選手、マイクの方。はい、あ、はいはい、あ、はい、どこにいるんだろう。一番手前にいらっしゃったよね。はい、背番号4になりましたが、まず昨シーズン2017シーズンはどうでしたか。1年間、とても大変なシーズンでした。はい、その中でこうなんかこう具体的に思い出されることありますか。まあ、それは、まあ、たくさんありますけど、まあ、今年はまた、大変なシーズンになると思うので、みんなで乗り越えていきたいと思います。背番号4、何か思い入れとかあったりしますか。あのクラブの方から言われたので、はい、正直ですねぜひとも4番でまた今年頑張ってください。ありがとうございます。さあ、そして、昨年途中加入となりました新井選手、2番から5番にということですけども。はい、はい、まずは怪我の具合どうですか。まあ、手術してから3ヶ月半ぐらい経ちましたけど、まあ、ようやくランニングができるようになったので、まあ、なるべく早く復帰してチームに貢献したいです。ね、また素晴らしいプレーを見せていただきたいと思いますが、こう2番から5番というね、一桁同士での変更でしたけども、何かありますか。まあ、2番はまあその入るときに、まあ、ゆうき君と一緒ですけどクラブの方から言われたので、まあ、2番をつけて、まあ、5番が自分の中では好きなので、まあ、5番をつけれてすごく光栄です。はい、まあ、まずは1日でも早くね怪我の復帰を望んでいるわけですが、復帰したからにはその後のこう思い入れというか意気込みは何でしょう。そうですね、まあ、去年はレンタルという形で、試合に出させてもらったんですけど、まあ、今年は完全移籍したので、まあ、100% 名古屋の力になれるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。新井選手ございました。さあ、そしてもう一人、途中加入といえばこの人、天使の異名を持ちますシャビエル選手。はい、まずは明けましておめでとうございます。Obrigado. Feliz ano novo para vocês também. Todos estão presentes. オフはどのように過ごされましたか。日本語の訳忘れましたね、今ね。すみません。はい。皆さん、明けましておめでとうございます。今日はお集まりいただきありがとうございます。はい。で、質問です。新年、オフはどのように過ごされましたか。Passei muito bem. Passei com a família e amigos. E agora...renovado e motivado para esse ano poder fazer um bom trabalho. そうですね。オフは、自分の母国で、家族や友人とすごくいい時間を過ごせました。で、今年はもう今シーズンこれから始まりますけれども、すごく今モチベーションは高くいる状態です。はい、ありがとうございます。そして背番号が44から10。背番号10というこの番号いいですね、似合いますね。どうですか、感想は。Igual o clube me pediu, mas estou muito feliz de poder representar a camisa 10, que tem número especial, então estou muito feliz. そうですね、理由としては、勇気と一緒でクラブから話があったので。三段落ちじゃないですか。まあ、ただ本当にこんな素晴らしい番号を与えていただいて、本当に幸せに感じています。
まあ、本当に今回テクニックのある選手が、まあ、新しい選手もそうですし今までの選手もたくさんいらっしゃいます。そんな中で今年 J1 でのシャベイ選手が見たいという声が多かったです。どんなプレーを見せてくれますか。Objetivo dessa temporada é brigar por coisas grandes, brigar por títulos. Nagoya Grampus é clube grande, então vamos entrar em todas as competições com esse pensamento. そうですね。名古屋グランパスは本当にビッグクラブですので、ぜひすべての大会のお試合のタイトルを取りたいというふうに思ってます。いやもう本当に頼もしいです。ぜひとも頑張ってください。シャビエル選手でした。さあ背番号変更のあった選手は以上の皆さんですが、ここでもう数名選手伺っていきたいと思います。昨年の J2 という厳しい戦いを戦い抜いたチームメート、まずは背番号23チャビエル選手との連携も素晴らしかったです。青木亮太選手、はい、あれマイクありますか。もらいました今。はい、はい、どうでした去年は。いやすごく、タフな試合を、たくさん、させていただきました。こう J リーガーサッカー選手としての何かこう成長とか得たものってありました去年は。まあ、成長したかどうかちょっとまあ分からないんですけど、まあ、チームメートに助けてもらいながら、自分のプレーが、まあ、少しずつ、いい形で出せるようになってきたかなというふうな感じですかね。感じですかね。はい、はいオフはしっかり取れた。そうですね、体も休めれましたし、うん、まあ、少しずつ体もこう動かしたりとかもしながらオフは過ごしてました。結構チームメイトといっぱい過ごしてませんでした。そうですね、インスタを見る限り、はい、過ごすこと多かったですかね。はい、まあ、そんな中リフレッシュされた中での、まあ、J1 また復帰ということで、まあ、本当に、ね、素晴らしい選手に囲まれていると思いますが、ご自身のプレーとして意気込みは。まあ、J1 であまりプレーはできてなかったので、まあ、今年本当に、いいスタート切れるように、まあ、練習なんかも、取り組んでいきたいですし、まあ、去年の素晴らしい選手と今年入ってきた素晴らしい選手と、まあ、チーム一丸となって、いいサッカーができればいいなというふうに思ってます。なんか個人的な目標あります？具体的に。そうなかったら作ってください今。まあとりあえずあんまり怪我しないように、まあ、しっかり体作りやって、1年通して、まあ、試合に出て、まあ、去年より得点を取れるように頑張りたいと思います。はい、その言葉待ってました。はい、青木選手頑張ってください。ありがとうございます。さあそして先ほどの新井選手だけではなくこの方も完全移籍でございます。串引き選手、背番号3。はい、はい、改めて名古屋グランパス2年目です。どのように迎えられました。はい、あら聞こえてなかったですか。すいません2年目です。はい、どう迎えましたか。今年から完全移籍ということで、今年も皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますって言ってましたね。よろしく、はい、昨年はどうでしたか。昨年はですか、厳しい戦いが続きましたけど、あのプレーオフ決勝です、あの素晴らしいあの雰囲気作ってもらって、その中で、J1 昇格決めることができたのですごい自分にとっても、充実した1年になりました。さあ次は J1 の舞台ですけども、 J1 でのこう意気込みはどうですか。とにかくあの試合に出て、あの昨年は失点がすごい多かったので、そこを少しでも減らせるようにチームに貢献したいと思います。はい、ぜひとも頑張ってください。串引き選手でした。さあもうちょっと伺っていこうかな。選手会長、選手会長泉選手。はい、はい、29番のままでしたね。はい、そうですね、はい、もう愛着あります。29、はい、好きです。選手会長、はい、今年もですかの予定です。去年どうでした。去年は、それほど選手会長らしい仕事は年末にあった総会に出ただけなので、
本当に何もやってないんですよ。じゃあそうですね、あとは農会の準備だったりそれぐらいですね。オフはどのように過ごしたんですか？オフはしっかり休みました。休んだ。はい。でもね、本当に去年1年間戦ったあの思い出ではどうですか？得たものありました？そうですね、本当厳しいシーズンだと思いますけど、プレーオフの苦しい試合も選手だったりファンサポーターの皆さんと一丸となってなんとか J1 復帰を1年で果たすことができたんで、本当に個人的にはすごい、まあ、充実してましたし、より今年すごい、個人としてもチームとしても、期待しています。はい、あの J1 昇格の、ね、瞬間というのをピッチで迎えたその時の気持ちというのはどうですか？そうですね、嬉しさというよりほっとしたという気持ちが、まあ、一番でしたね。うん、でまた J1 に戻ってきましたよ。そうですね、僕も、加入した1年目は、J1 で、まあ、試合にも、少し出させてもらいましたが、またその時とは違った、グランパスを、見せれると思うので、去年以上に、僕たちはしっかり、トレーニングして、皆さんを、楽しませてしっかり試合に勝てるように、努力していくので、今シーズンも応援よろしくお願いします。はい、ぜひとも頑張ってください。泉選手でございました。じゃあ最後一人ぐらい聞こうかな。背番号1。楢崎選手。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。J1 戻りましたね。はい。大御所大先輩。はい、まあそうですね、 J1 でやっぱり結果を出してこそだと思うんで、身が引き締まる思いです。はい、はい、まあ、あの昨日チーム合流で再始動だと思うんですけど、どんな気持ちで迎えられましたか？はい、また新しいこのグループで成し遂げる、いろんなものを成し遂げていこうというそういう気持ちでみんないると思うんで、はい、フレッシュなそういう気持ちをずっと持ち続けて頑張りたいですね。まあ、あの仲間でありライバルである選手たちがいっぱいいる中、こう楢崎選手にとってのこの2018年のシーズンというのはどのように受け取ってますか？まあ、僕ですか？僕というか、まあチームとしてやっぱり、うん、はい、1回、まあ、去年 J2 を戦って、まあ、その前を J2 に降格した時からやっぱり悔しい、そういうクラブの気持ちをやっぱり常に、みんなで共有して、そういう悔しい気持ちをもう喜びに次は、ね、こう変えていけるようにまた戦っているわけなんで、まあ、その J1 の舞台がまた戻って、まあ、そこで何ができるかだと思いますんで、はい、最後にはやっぱりこう喜べるそういうシーズンにまたしたいなと思います。はい、ということで楢崎選手頑張ってください。ありがとうございました。さあ他の方にもね、お言葉もらいたいところですが、お時間の方も限りがあるということで、続いてはフォトセッションに移らさせていただきたいと思います。まず、このフォトセッションに際しましてファンサポーターの皆様にお願いがございます。写真撮影の際は周りの方のご迷惑とならないよう着席したままその場での撮影をお願いします。ただしフォトセッションの時間だけはフラッシュを使用しての撮影 OK となっております。またムービーでの撮影も OK なので、選手監督をきれいにかっこよく撮影してくださいというところで、選手は今いらっしゃいます。ということで中央とご登場いただきましょう。風間監督どうぞよろしくお願いします。はい、選手監督が揃われたというところで、じゃあ早速フォトセッションの方を進めていきたいと思います。まずはファンサポーターの皆さんのお時間です。ぜひとも選手たちの凛々しい姿、ね、どんどんと写真の方に収めていただきたいと思います。ご自身がお持ちの SNS、いろいろあると思います。 Twitter、Facebook、Instagram、どんどんとお載せいただいて、彼らの熱い意気込み、これをですね、今日来られなかった新体制発表会
来られなかったという方々にぜひとも拡散していただきたいと思います。ちょっと選手凛々しすぎるんで、もう少しじゃにこやかな笑顔で今度はスマイルでいきましょうか。では、はい、チームの中の良さを見せていただきたいと思います。スマイルでお願いします。はい、柔らかくなってくださ い, いや、もう奈良崎選手は素晴らしい笑顔ですよ。はい、さあみんな歯出てますか、歯出してますかね。若手の子たちは若手らしく、もうにこやかな屈託のないね、こう笑顔でいかないとダメですよ。あ、いいね、深堀選手いいじゃないですか、深堀選手いいじゃないですかはい、はい、いいスマイルが取れました。さあ、そろそろお時間でございます。ありがとうございます。さあ、では続いていきましょう。ここまではファンサポーターの皆さん、フラッシュを使った写真撮影、動画の撮影は以上となりまして、ここからはメディアの皆様の番でございます。まずはスチールの皆さんを前列に、こちらのステージ前のスペースの方にお越しいただきたいと思います。はい、フォトセッションまずはスチールでお願いします。各メディアの皆さんにね、新指導2018シーズンの名古屋グランパスをぜひとも記事にしていただきたいと思いますので、スチールバッチリとお納めください。この後 ENG の皆様となりますので、ご準備のほどだけよろしくお願いします。さあ、スチールの皆様何かありますか、ご注文などありましたらお声掛けもらいたいんですけど、大丈夫ですか。スマイルとかいらないですか、大丈夫ですか。 OK ですか。はい、じゃあ続いて、はい、スチールの皆様お疲れ様でした。続いてムービーの皆様、 ENG の皆様どうぞ前の方にお越しください。今日は多くメディアの、ね、皆さんも駆けつけてくださってます。非常に期待が高いのが伝わります。さあ、すでに ENG の皆様撮影スタートしております。あとファンサポーターの皆さん、この後皆さんの方に選手監督の方を降りられて、皆さんをバックに写真撮影フォトセッションあるんで、今のうちに各ケースアイテム持って用意しておいてくださいね。あと、あの女性の方とか、あのもし乱れているとか何かあったら、今のうちにお直しいただいてバッチリ写っていただきたいと思います。もうしばらく ENG の方で撮影をさせていただきます。はい、どうもありがとうございます。 ENG の皆様お疲れ様でした。さあ、続いては先ほどご案内しました、監督選手の皆さんがファンサポーターの皆様のもとに降りられて集合写真となります。では選手監督の皆様、こちらの右手側からの階段でお降りいただきたいと思います。どうぞこちらから降りていただいて、ステージ前の方にご移動となります。そして反対側からどうぞメディアの皆さんお上がりください。さあ、それじゃあですね、スチールの皆さんを前列に迎えて、まずは撮っていきたいと思います。会場の皆さん、ぜひタオルマフラーなどご準備いただいてたら、今度は撮る側じゃなくて撮られる側になってもらってもいいですか。皆さん、タオルマフラーとか各々皆さん持ってきていただいているもので、顔を隠しちゃうともったいないんで、顔の下の方がいいですよね。
あまり上に掲げてしまうと後ろの方が見えなくなっちゃうんで、ぜひ胸元などで掲出していただけたら嬉しいです。顔を隠さずに皆さんの笑顔も撮っていきたいと思います。マスクいいんですか？マスクしたままの方とかいらっしゃいますけど、はい、ぜひ後ろの方の顔は隠すことなく、皆さんの顔が映り込むようにグランパスファミリー一堂に会した記念撮影にしていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。さあ、良さそうですか？さあ、それじゃあまずスチールの皆さんから参りたいと思います。じゃあこれどうしましょう？どのように、じゃあオフィシャルのグランパスのオフィシャルの、はい、方の指示に従っていただいて、まずはスタンディング状態で、では皆さんもぜひ映り込みますので、はい、油断なくバッシリ笑顔で、はい、選手たち囲んでいただきたいと思います。玉田選手の時前に手出してますけど大丈夫ですか？いいですか？あ、すいません、あ、言ってた方がいいかなと思って、はい、はい、さあ、スチールの皆さん対していい笑顔ですね、はい、これからが非常に楽しみな、そして皆さんも後ろ映ってますよ。油断してると映ってますからね、皆さん笑顔お願いしますよ。さあ、まだスチールの皆さんの番でございます。はい、ではもうそろそろで締め切ります。よろしいでしょうか？5、4、3、2、1。はい、スチールの皆さんありがとうございました。続いて ENG の皆さんです。あの、後でみんなグランパスコールやるんでよろしくね、ぜひ力強い、その前は普通に今まだタオルマフラー掲げておいてください。今度は ENG なんで動きありますから、めっちゃ止まってなくてもいいですよ、動きあっていいですからね、はい、はい、ということで ENG の皆さん、各局これ今ムービーもこれ撮ってるんですよね、今後ろにあるスクリーンに出てるのも、はい、もうどんどんアピールしてもらって、熱い赤い応援をするぞという意気込みを後ろのみんなもどんどんとアピールしてください。はい、いいですね、いいですね、いただいてます、いただいてます、はい、あ、選手の皆さんも笑顔で、あれ、青木選手全然笑ってないですけど大丈夫ですか？青木選手笑顔、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 あ、いいですね、いい笑顔、いい笑顔、いただきました。はい、それじゃあ皆さんグランパスコールいきますよ、グランパスコールいきますよ、じゃあいきます、せーの、名古屋グランパス、もっともっと、もっともっと、ラスト1回どうもありがとうございました。今シーズン2018シーズンも熱い赤い応援どうぞよろしくお願いします。はい、ということでメディアの皆さんもどうもありがとうございました。では、今度はまた、あ、今度は右手ですね、右手側の方から選手たちは登っていただきまして、はい、メディアの皆様は右手からお下がりいただきたいと思います。さあ、ここでチームのスケジュールをご紹介させていただきます。昨日1月13日よりチーム始動、そして24日からはタイチェンマイで、2月の4日からは沖縄県榛原町にて場所を移して春季キャンプを予定しております。そして2018シーズン明治安田生命 J1 リーグ開幕戦は来る2月24日土曜日
アウェーパナソニックスタジアム吹田にてガンバ大阪と対戦、そしてホームの開幕戦はもう皆さんご存知の通り3月3日の土曜日、場所はトヨタスタジアムにてジュビロ磐田を迎えての対戦が決定しております。まあ本当にね、熱い試合になること間違いのない、そんな2戦リーグ開幕戦ホーム開幕戦ともに2連勝を目指して今シーズンもスタートから熱く赤い後押し、皆様どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは最後のご挨拶の前にご登場いただいているのはグランパス君、そして先ほどパフォーマンスしてくれたクワイフの皆さん、さらには小西社長、なんと52番コニという小西のコニと、さらには後ろがコニタン、もうグランパス君も負けてしまう勢いなぐらいのね、はい、小西社長もユニフォームに着替えていただきまして、皆さん勢ぞろい、山口さんにもご登場いただいております。さあそれでは最後に選手を代表いたしまして佐藤久人キャプテンからファンサポーターの皆様に一言お願いいたします。皆さん今日は新体制発表会に来ていただきありがとうございました。帰ってきました、 J1 の舞台です。皆さんと共に J1 の舞台で攻めるシーズンにしていきたいと思います。今シーズンも共に戦っていきましょう。よろしくお願いします。佐藤久人キャプテン、どうもありがとうございました。ということで以上をもちまして名古屋グランパス2018シーズン新体制発表会を終了とさせていただきたいと思います。皆様今シーズンも共に熱くそして赤く戦ってまいりましょう。本当に本日はご来場誠にありがとうございました。それでは選手監督役員の皆様どうぞご退席ください。ありがとうございます。皆様の大きな拍手、熱い赤い拍手に見送られ2018シーズン始動です。